皆さんこんにちは。私はピアノなどでも有名な元アイドルである高田瑞恵さん。今回は高田瑞恵が告白した熟年離婚の原因と7年以上の介護生活や父親が暴力団と言われる家庭環境について紹介します。まずは高田瑞恵の履歴とプロフィールから紹介します。高田瑞恵は元アイドル歌手で、元大関若嶋津睦男の妻として相撲部屋の女将を務めていたことでも知られています。アイドル歌手としてデビューし、相撲部屋の女将となるまでの生い立ち、実家の父親母親兄弟など家族の情報をお届けします。1976年にフジテレビのオーディション番組くんこそスターだに出場して第18代グランドチャンピオンとなり、当時16歳だった1977年にガラス坂でアイドル歌手デビューを果たしました。高校時代は歌手になる修行のための資金集めに新聞配達のバイトをしていたという過去もあります。デビュー後は早々に人気アイドルの道を駆け上がり、デビュー年には数々の音楽賞で新人賞を受賞、年末の第28回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、アイドル歌手としての地位を確立しました。歌手活動の傍らタレントとしても活躍し、バラエティ番組8時だよ全員集合やドリフ大爆笑などにゲスト出演してコントを披露し、お茶の間の人気者に。その一方で私生活では1985年2月に同じく鹿児島県出身の大相撲力士で当時大関だった若嶋津睦男と結婚し、結婚を機に芸能界を引退しました。結婚後は芸能界を引退して相撲力士である夫のサポートに回っていた高田瑞恵。夫が1987年7月場所をもって現役引退した後は、松金部屋の女将として精力的に相撲界を支えていました。芸能界引退直後はメディア出演はほぼなく、完全に芸能界から距離を置いていた高田瑞恵ですが、松金部屋の女将となってからはメディア露出が増え、次第に芸能界で顔を見ることが多くなりました。2007年5月11日放送のフジテレビ D の劇場では、20年ぶりにスタジオ収録に参加してテレビ出演を果たしています。2014年1月5日放送の日本テレビ行列のできる法律相談所さんま VS 怒れる美女軍団にゲスト出演した際には、司会の明石家さんまとの30年ぶりの共演が話題になりました。また2015年には NHK 総合テレビ思い出のメロディーに生出演し、芸能界引退から30年ぶりに音楽番組への出演を果たしました。2022年1月に夫が定年を迎えて相撲部屋経営から引退したことで、高田瑞恵も同時に女将を引退、今後の活動の展開にも注目が集まっています。高田瑞恵の実家は鹿児島県南九州市にあります。どうやら実家は地元では有名なようで、ネット上では高田瑞恵の父親が反社会的勢力だったという噂がささやかれています。実家の家業や父親の職業など詳しいことは公表されていないので噂程度にはなりますが、地元の人々は高田瑞恵の父親についてそういった認識を持っているとのことでした。ちなみに高田瑞恵の夫も同じく鹿児島県出身で、若嶋津睦男が同郷で高田瑞恵のファンだった縁で雑誌での対談が実現し、それを機に交際結婚に至ったことが明かされています。高田瑞恵は実家に関する情報を公表しておらず、父親や母親など家族の情報もほとんど出回っていません。ただ父親はすでに亡くなっていることが分かっています。母親は実家で一人暮らしをしているようです。2015年放送のバラエティ番組芸能人親子の涙の諸国博 SP に高田瑞恵の娘愛梨が出演した際、愛梨の祖母つまり高田瑞恵の母親が登場しました。これ以外にメディア出演は確認できず、一般人として静かに鹿児島の実家で暮らしているようです。2017年、最愛の夫である元大関若嶋津が倒れた。唐突に夫婦の眼前に現れたガラス坂に、今や角界一の女将さんになった瑞恵さんが向かい合っている。190センチメートル近くある大柄で寡黙な親方の周りを、150センチメートルちょっとと小柄な女将さんが笑顔で動き回る。千葉県船橋市にある二所の関部屋を支える親方夫婦の二人三脚ぶりは角界でも有名だ。
東京場所後の千秋楽パーティーをホテルの宴会場で行う相撲部屋は多いが、二所ノ関部屋は自分の部屋でやるんです。おかみさんを中心に女性スタッフが総出で、いなり寿司や鶏の唐揚げなど手料理150人分を振る舞います。盛り上がってきた時の余興は、おかみさんが歌うガラス酒屋私はピアノ、目を細めて歌声に聞き入る親方の優しい表情が忘れられません。現役時代は南海の黒ひょうの異名を取り、絶大な人気と実力を誇った元大関若嶋津と、その妻で元アイドル歌手の高田瑞恵さん、30年以上共に歩んできたおしどり夫婦が今力を合わせて土俵際で踏ん張っている。船橋市内の路上で倒れていた若嶋津が発見されたのは10月19日午後4時過ぎのことだった。すぐ市内の病院に搬送されて緊急手術を受けた。近所の入浴施設でサウナに入って自転車で自宅に帰る途中で転倒し、頭を強く打ちました。頭蓋骨を骨折し、脳を損傷する脳挫傷を起こしたようです。一時は意識不明の重体と報じられましたが、4時間半にわたる開頭手術が成功し、すぐに命に別状がある状態からは脱しました。ただまだ意識が戻らない状態にあるようです。サウナでも体調が悪そうで従業員に解放されていたり、何度も道の横の畑に倒れ込んでいたという証言もある。病名は公表されていないので詳細は不明ですが、自転車で倒れて強く頭を打つ前に軽い脳出血を起こしていた可能性はあります。その日の天候は12月中旬並みの寒波でした。寒いところから急に暑いサウナに入ったり、逆にサウナから冷たい水風呂に入ったりすると血圧が急上昇して脳卒中や虚血性心疾患が起こりやすい。そんなヒートショックと呼ばれる現象が起きていた可能性は否定できません。未だ昏睡状態から目を覚まさず ICU に入っている若嶋津の傍らには、片時も離れずに妻の瑞恵さんが寄り添っている。瑞恵さんを角界一のおかみさんです。土俵するのは相撲ライターの佐藤長子さんだ。瑞恵さんは鹿児島出身のいわゆる薩摩おごじょ、気立てが良くて芯の通った女性、部屋のムードメーカーで無口な親方の陰から弟子たちを盛り上げます。笑いながら、私が部屋で一番小さくて一番気が強いのよとよく話しています。横綱白鵬は二所ノ関部屋に稽古に出向いた時、土俵の外で立って稽古を見つめる瑞恵さんの姿を覚えている。若嶋津が倒れたという一報を聞いてこう話した。おかみさんが強いししっかりしているから大丈夫、早く回復してほしい。瑞恵さんは連日の病院通いで疲れた表情を見せることもあるという。病院に見舞い客が訪れると気丈に振る舞っていますが、タレントで娘の愛理さんと二人きりになると時折心ここにあらずといった面持ちになるそうです。ただ親方が目を覚ますまでじっと耐えています。瑞恵さんのモットーは、自分がされて嬉しいことを弟子たちにする。松金部屋で初の関取となった若勤幸喜さんが振り返る。おかみさんは華やかな世界にいた方ですけど、引退後は一生懸命親方を立てていました。嬉しかったのはクリスマスに弟子たち一人一人に選んだプレゼントと思いを込めたメッセージカードを配ってくれたこと。自分もすごく楽しみにしていました。今年8月、親方の還暦をお二人を招待してサプライズでお祝いした時はあんなにお元気だったのに、2014年に部屋の名称を松金部屋から二所ノ関部屋に変えても弟子ファーストの姿勢は変わらなかった。瑞恵さんは2年前の2015年8月、NHK の第47回思い出のメロディーで30年ぶりに歌番組で歌唱した。緊張しながらもガラス坂と私はピアノを歌いました。しかし番組を見ていた親方の方が落ち着かなかったそうで、友達と飲みながら見てくれていたみたいと瑞恵さんは嬉しそうに話していました。家族ぐるみの付き合いがある美舎親方は救急搬送の一報を聞き病院に駆けつけ、一番大事な親友と話した。2012年の巡業中に美舎親方は頸髄を捻挫し、首から下が麻痺してしまい寝たきり状態に。その時二所ノ関親方とおかみさんが美舎親方の勝ち星である561羽の千羽鶴を折って見舞いに行きました。今回は美舎親方の家族が515羽の千羽鶴を準備しているかもしれません。
水江さんが後ろで支える若始末の粘り腰は強い。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。